この横見水槽のこう見方がね、分かりました。これね、遠くから見る水槽じゃなくて、このね、近くから見る水槽、近くなんだけど、こういうふうに横に見るわけじゃなくて、これだと普通の水槽になっちゃうんだけど、こういう角度で見るんだね。こういう角度で、斜め横から上から見る、上なんだけど、こういう、これが真正面なんだけど、真正面で見ると後ろがね、黒いから、あのね、中のね、メダカがはっきり見えるのね。今ちょっとね、反射しちゃってるけど、肉眼で見るとね、くっきり見えるんですね、反射しないでね。うん、だから近くで見る水槽なんだよね。これ近見水槽って名前にすればいいのにね。この角度で見ると綺麗に見えるっていうね。あの向こうのね、水が入ってないとこは向こうのこっち側が見えるんだけど、水が入ってるとこはほら見えない、スモークになってて鏡みたいになってるから、内側がだから、まあこう綺麗に見えるよね。うん、こういう横見ではないっていうことだよね。これだと普通の水槽で、うん、で中にね、黒い砂利を入れてみたのね。昨日は土だったから水が濁っちゃったけど、砂利だとね、濁らない、石だからね。これはだからこう遠くから見ると真っ暗なんで、もし遠くからはっきり見たかったらライトをね、垂らした方がいいって言ってたね。ライトを垂らせば遠くから見える。でもちょっとストレスになるからね、ライトを照らしたくないので、こういう感じで見る水槽なんだね。斜め上から横にね、こういう横見じゃなくてね。これでも向こう側のね、ほらいろんなものが映っちゃうから、こういう感じだと映らないね。もう電話かけて聞きました。もうこれね、どういうふうに、どういう水槽なんだっていう感じでね。だからまあ近くで見る水槽だね、遠くから見るわけじゃなくて。うん、だ最初ね、分かんない時は、素人のうちはね、あの普通のクリアなプラスチックのねやつが一番いいね。あ、こういう感じですごく透明感があって、もうどの角度から見てもほらね、綺麗に見えるから。これ100円のね、プラスチックの水槽なんだけど、うん、これがいいね最初はね。うん、もう安いしね。ただプラスチックの欠点は、これ傷がついたら、あのその傷が目立つし、白くね、あの使えば使うほど白っぽくなってきちゃうんで、やっぱり私はこうガラスがいいなと思ってね。でも一番最初はもうこれでいいね、プラスチックの安い水槽、ここから始めるべきだと思う。でだん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 こだわるようになってきたらさ、私が最初に買った水槽が横見水槽だからね、それが失敗したんだね。近くで見る水槽だっていうのが判明しました。それこれ買ってきたのね。これあのガラスの水槽なんだけど、ちょっとね、あの同じガラスでも少しあの、なんていうのかな、グリーンがかってるっていうか、だからあんまりクリアに見えないね。で下土が入ってるから、メダカの赤ちゃん用にね、皮をイメージしてちょっと下土にしたんで、うん、であんまりね、綺麗にこういう感じでクリアに見えちゃうときっとね、眩しいんじゃないかな、メダカもね。何もほら熱くなっちゃうつもり、何だろう、こういう感じだと見えすぎちゃってね。だからちょっとこう暗い感じでもいいのかもね。このくらい見えてれば、で遠くからもこう見えるし、最初はね、こういう全面クリアなガラスの水槽がいいかもしれないね。という感じでした。